それでね、榊さんって目かけの子なんだって。本当？お父様と離れて暮らしてたんだけど、跡取りの弟さんがお亡くなりになったから本家に呼ばれたって。そんなこと教えてくれていいの？飯田さん、最近榊さんと仲良くしてるのに。だってそうした方がいろいろ面白いこと聞き出せるし。やだ、ひどい。榊さん。どうしたの？お顔の色がよろしくないわ。気分が悪いなら私が保健室に。私には安住の地なんてなかった。でも今はもうそれがなくても生きていける方法を知った。僕には聞こえるよ、楽園に広がる歌が。名もなき罪に付けられた傷で、心と全身無理をして笑う。傷害事件を起こした当時に比べ、由美子さんの精神は安定しています。私どもの調査員ともファーストコンタクトにおいて若干拒絶反応はあったものの。もういい、春寺さん。由美子には一刻も早く我が東浜電鉄グループの一員となる準備をしてもらわないといかんのだ。あなた方の調査員、名前は？風見雄二です。社長、彼はあくまでも学生であり、その一方で。彼に由美子が素直に実家に戻るよう心変わりをさせる手伝いをさせたまえ。私どもの組織はカウンセリングや洗脳を生業としているわけではありません。そうだ、うちの連中に由美子を襲わせ恐怖感を味合わせよう。そうすれば恐怖で私の言うことも聞くようになる。どうだね？その作戦で行くのならば、私から一つご提案があります。ちょっサジ、その路線を抑えられちゃったら私マジ破産するんだって。ここで私が手加減するとゲームの緊張感がそがれてしまいます。これはミチル様のためを思ってやっていることなのです。ダメって、私そこ抑えられたらゲーム自体が終了なんだけど、買い占めます。殺人ボイスだな。これでチルチルも生きる道なくなったのよ。さ悪い、俺もここで終わる。え、ちょっとユージ、最近お兄ちゃんユミちゃんのケツばっかり追い回してるね。なあ、終わり終わり。マキナ、今日はこのままお買い物するから手伝って。おう、わかった。でもトイレットペーパーは指んとこ痛くなるから、あれはアマネーが持つんだぞな。あなた最近私の周りをうろついてるけれど、どういうつもり？気にするな、俺の存在は路傍の石だと思え。ユミユミ、蹴飛ばしたくなるわね。護衛だと？そう、榊由美子さんのね。彼女は東浜電鉄グループのトップの一人娘として、いろんなところから目をつけられているわ。それを
俺一人で守れというのか。いいえ、守りながら叩きのめされてほしいの。うん、うまいな。うまいなんて言えないわ、この程度で。好きで描いているんじゃないのか。間が持たないからこうしているだけよ。どういう意味だ。絵を描いていれば人と話さなくても済むもの。一人が好きなのか。人といるのが苦手なだけよ。つまらない女でしょ。絵の評価はともかく、自分からそういうことを言う女は確かに魅力など感じないな。ありがとう。ようやくお出ましか。どけ。悪いな、気が変わった。強いのね、あなた。事情聞かないの。聞いてほしければ聞く。お前が話したくなければ俺は聞かない。榊。ごめんなさい。ダメなの。怖いの。あなたはどうしてそう強いの。俺は自分が強いと思ったことはない。強いわよ。こうやって一人で生きていけているじゃない。私とは大違い。私の父は母との結婚で後継ぎになる男の子を望んでいたの。だけど生まれたのは私。体の弱かった母は次の子を作れなかった。母は父からも、榊の家から援助を受けていた実家からも責められ、心と体を病んでいった。世間体を気にする祖父母に入院させられて、母は一人になった。そしてそれは私も同じだった。噂話と好奇の視線にさらされて、友人なんて一人もできなかった。家では祖父母が邪魔者を見るような目を向けてきた。それでも私は毎日のように母に会いに行った。いつかまたあの笑顔を見せてくれると思っていたから、あの日までは。じゃあ明日また来るから。ユミコ、え？あなたが男の子だったらよかったのにね。なんでそうじゃなかったのかな。父はそれから愛人に男の子を産ませた。それがショックで母は自殺した。最後まで男の子を産めなくてごめんなさいと謝っていた。けれどその弟も病気で死んでしまった。父は私を連れ戻し、何食わぬ顔で後継ぎに育てようとした。あの人にとって私も母も他の全てが盗品グループを大きくしていく道具なんだわ。母の自殺、弟の死で私は好奇の目にさらされた。
家も学校も心を開ける人なんていない。そのうち耐えられなくなって私を揶揄してきたクラスメイトにカッターで切りつけてしまったの。父は私を世間から隠すために学校を作った。それが美浜学園。カゴの鳥が塀の中の鳥になっただけよ。私にはあの家の後継ぎという価値しかない。それだって自分で掴んだものじゃない。ただ父と母の間に生まれただけ。私という人間の価値なんて何一つない。喋りすぎた。こんな価値のない人間の相手をさせてごめんなさい。確かにつまらない話だ。お前が一人でいたい理由は分かった。だが俺には関係のない話だ。やんだようだ。先に行く。はい。あの男が抵抗してきまして。話が違うぞ。あの風見何がしとかいう男を即刻退学にしたまえ。ユミコがようやく落ち着いてきたのに傷でもつけられたらかなわん。そんな、彼はそんなことをする生徒ではないとは限りませんが。ならユミコをアメリカに留学させる。そちらも閉鎖するので手続きを始めるように。え、留学？そんな話聞いてませんし、する気もありません。でもね、あなたのお父様があなたが嫌がれば代わりに風見くんを学園から追い出すように言ってるの。失礼します。榊さん、たくさん食べて丸々と太るといいのよさ。榊さん、待って榊さん。学園長？出てきて事情を聞かせて。榊さん、私よ、話があるの。ねえ、ところでなんで由美子は部屋から出てこないわけ？みちる様、先ほど学園長さんがご説明されたかと思うのですが。こんな時に風見くんはどこにいるのよ。俺には関係のない話だって、部屋にこもったままなのよさ。何よ、冷たいわねあいつ。一緒に考えようよ榊さん。友達でしょ。ユミコ、迎えに来たぞ。おとなしく出てくるんだ。何の騒ぎだ。貴様か。命令を聞かん犬に用はない。そこをどけ。そうはいかん。俺は一応ここの管理人なんでな。ユージ、お兄ちゃん。私はここのオーナーだぞ。いいから今すぐユミコを差し出すんだ。榊さんは今混乱してます。もう少し時間をいただけませんか？そんな余裕はない。この後もスケジュールが詰まってるんだ。ちょっとあんた、何偉そうに忙しぶってんのよ。なんだあの小娘は。私はミチル、松島ミチル。時間がないならとっとと帰んなさいよ。ユミコは今テンパってんだから。松島さん、分かったらさっさと帰りなさい。しっしっ、よく言ったチルチル。素敵です、ミチル様。後でご褒美に角砂糖を差し上げましょう。貴様、やはりユミコをこんな小娘どもと一緒に置いておくのは間違いだな。心配は無用よ、うん、こんなところでも榊の家よりずっと居心地がいいわ。お父さん。お父さん、お前は私の元で鍛え直す。東浜電鉄グループの跡取りとしてな。捕まえろ。近寄らないで。そんなもん、どこで？買ったのよ、ネットで。拳銃？すげえ、本物？あれはワルサー PPK、 ドイツのワルサー社が開発した警察用拳銃です。見たところ口径は32、相談数は7プラス1発。耳が！耳が！さあ話
話し合いと行きましょうか。了解。生徒たちは校舎に避難させました。我々だけで極秘裏に事態の解決に当たります。当然だ。こんな時のために金を渡してるんだからな。榊さん。バカな真似はやめて出てこい。ユミコ、ミサコに続いてお前まで失ったら私は一人になってしまう。笑わせないで。あなたが私やお母さんに何をしたか忘れたの？お母さんはあなたに捨てられてずっと一人。私はそんなお母さんに。私たちはみんな一人よ。榊の家なんてなくなってしまえばいいんだわ。何を言う。私は今まで後継ぎのお前のためを思ってたな。嘘よ。あなたは私のために考えたことなんてない。あなたは榊の家の呪縛に取り憑かれてるんだわ。私はもうあなたみたいになるのは嫌。死んでも嫌よ。いい加減にしろ。お前一人が傷ついたと思っているのか。社長。来ないで。父から受け継いだ大盗品を小娘のわがままで潰すわけにはいかん。来ないで。来るな。ユミコ、榊の家に帰ってこい。私は言いなりにはならない。自分の口で喋って、自分の手足で動いて、あなたの人形になんか成り下がらない。突入。僕から。お父さん、あなたは私のことを分かってくれなかったけど、私もあなたのことを分かろうとしなかった。こんなことは私たちで断ち切らないと。私は最初からいなかった。そう思って。ごめんね、お父さん。何の用だ。礼を言いに来た。学園を残してくれたことに感謝している。だがなぜだ。部屋にこれがあったそうだよ。自分がいなくなっても美浜学園はそのまま続けてほしい。最初で最後のあの子からの頼まれ事だ。最後に由美子が残してくれたあの顔、あの言葉、あれが心に焼き付いて離れない。由美子は命をかけて私に何かを教えてくれたんだ。この先の人生でそれが何なのかじっくりと考えてみるよ。ありがとう由美子。お前という娘を持てたことを私は誇りに思う。聞こえたか。ええ、私こうして別れてやっとお父さんの気持ちが分かった気がする。今も榊の家に生まれたことは嫌だけど、お父さんとお母さんの間に生まれたことは少しだけ
嬉しく思えるようになった。ありがとう、お父さん。さよなら。あれからどうだ？非干渉の姿勢を取るみたい。こっちはこっちでありがたいけどね。狙撃が成功するまでこっちもハラハラしっぱなしだったわ。榊さんの最初の一発は実弾だったわけだし。ビギナーズラックで当たらなくてよかった。父から受け継いだ大盗品を小娘のわがままで潰すわけにはいかん。来ないで、帰れな。それに死体の調達本当に大変だったんだから。だいたいユージ、あんたが命令に反抗するからこんな大騒ぎになったのよ。正式な手順で依頼を受けたわけでもないだろう。現場の判断だ。ものは言いようね。それと周りの盗聴器もみんな回収しておいたわ。最後にこれ、戸籍。ほとぼりが冷めるまでは迂闊な行動は避けてね。そこから新しい人生が始まるのよ。それにしても風見くん、あなた何者なの？ただの学生だ。嘘、ただの学生なわけないでしょ。ま、おおよその見当はついているけれど。タッチが変わったな。そう？ああ、魅力的だ。二人が愛した世界だから遠くまで歩き出せる。他の誰も僕や君になれるわけじゃない。失った輝きは二人で取り戻す。いつも言ってる顔幸せの手紙。